おはようございます。今日も一日頑張ります。まあ今日は特に予定もないんでオフィスで編集しようかな。65.3。 ご飯です。オートミールと鶏胸肉です。おはようございます。二度寝してました。やらかした。気づいたらね、寝落ちしてました。まあ、ちょっとだけ YouTube 見ようと思って横になってね、 YouTube 見てたんですけど、気づいたら今に至ります。とりあえずご飯、オートミールとささみと胸肉いただきます。今日は引きこもろうと思ったんですけどね、公園に行くことにしました。とりあえず日比谷公園に行きます。軽くワークアウトして暗くなったらもう帰ってこようかなと思います。もう短時間でちゃちゃっと楽しんできます。到着。天気は最高です。まさか。よっしゃよっしゃ。どうもどうも。いや、暇なんで来ました。ワークアウトやります。今日は人が少なめですね。手作りパンケーキ。楽しくトレーニングできました。帰ります。さあ明日も休みですわ。もう自由にアニメ見たり編集したり自由に過ごします。やっぱり週休2日って最高ですね。もう本当今の環境最高です。一番最初に就職した時はね、週休2日のサラリーマンとして働いてたんですけど、そっからね、転々といろいろして休みなしの環境もありましたしね、いろんな環境で過ごしてきたんでね、改めてこの週2日休みっていうね、ありがたさを感じます。そしてね、祝日休みの仕事ってね、今回が初めてなんですよね。だからなんなら今がね、最上級に一番いい環境ではないかなというふうに感じております。さあおやつのお時間です。これね、日比谷名物の春日さんっていうね、おじいちゃんが作ってくれてるパンケーキなんですよ。これ毎週手作りで作ってくれてるパンケーキです。ちょっと見えんかな。はい、こんな感じで何が入ってるかちゃんと成分を書いてくれてるんでね、アレルギーの人でも食べれます。今日はね、ちょっと別の方からね、追加でお菓子ももらったんで、いっぱいおやつがあります。まあ、週末なんでこれぐらいの贅沢はいいかなと。まあ、全部もらいもんなんでね、ありがたくいただきます。ほんと日比谷に行くとね、家族連れからね、おじいちゃんからね、ガチトレーニーまでもういろんな人がいるんでね、もうほんと楽しいです。なかなかそういう環境ってないと思うんで、やっぱり暇があったら行ってしまいますね。いただきます。うん、うまい。抹茶ですねこれ。ほんと見ていただいたら分かると思うんですけど、体に悪いものほぼ使ってないんですよ。パンケーキにはやっぱりコーヒーでしょう。ラスト1個です。
今日はね、昼寝してしまったせいか全然眠たくないですね。いつももう夜になると僕体動かないんですけどね、むしろ今めっちゃ元気です。珍しいです。ということでね、ちょっと時間遅いんですけど、今から筋トレします。僕ね、夜にトレーニングするとね、アドレナリンがめっちゃ出てしまって寝れなくなるんですよね。まあ今日はね、昼寝しちゃってるんで、どっちにしろ寝れないと思うんで、もう筋トレしちゃいます。フリーワークアウト、乾杯。そういや、今日のコンディション見せてなかった。はい、今日のコンディションこんな感じです、まあ変わらないです。ぷよぷよです。こんなお腹でもね、プランシュはできちゃうんですよ。まあまずまずというところです。まだまだね、本調子までは程遠いですけど、まあ、徐々にやっていきますわ。終わり。トレゴのプロテインです。オートミールと鶏むね肉です。夜の散歩してます。君が最後まで心からありがとう。スーパースーパー思いを力にして、イルミネーションめちゃくちゃ綺麗です。今までね、イルミネーションとかとは無縁の生活してたんですけどね、久々にね、こういう場所来てみたんですけど、意外といいですね。ちょうど近かったんでね、来ただけなんですけど、はい、ということでもう帰って寝ようかな、おやすみなさい。ありがとうございました。おはようございます。今日も一日頑張ります。最近日課のブランコトレーニングやります。体めっちゃ痛いです。結構筋肉痛きてます。昨日久しぶりにね、結構運動したんで、かなり体バキバキです。 65.1。 ご飯です。オートミールと鶏むね肉です。いただきます。続いてのご飯も胸肉とオートミールです。さっきまでね、ずっとアニメを見てました。ドクターストーンとね、スパイファミリーのアニメがね、全然見れてなかったんで、ちょっと全部見ました。今日も日比谷公園です。寒いって言ってたらね、サンタ帽を貸してくれました。これでちょっとトレーニングやりたいと思います。おなんですか、見せてください。かっこいいでしょ。勲章だね、勲章。この時期は大変ですよ。本当寒すぎるんでね、もう1時間もしないうちに撤退です。あ、お腹すいた。ご飯は鶏むね肉とオートミールです。やばい、今日3食とも同じ。クリスマスイブなんですけどね、まあ、いつもと変わらず、変わらない生活をしてます。
クリスマスイブ終わり、帰って寝ます。明日はクリスマス当日ですけど仕事です。明日からまた頑張りたいと思います。おやすみなさい。